I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so far, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me. こんにちは、ミスタージャパンセミファイナリストの小澤聡太です。よろしくお願いします。本日ですが、大会に向けてのファイナリストへの意気込みですね。そちらと私の自己 PR について動画を撮らせていただきます。はい、よろしくお願いします。まずはこう周りの方々ですね、応援してくださって非常にこう私も奮い立ってグランプリに向けて調整することができています。本当に、ありがとうございます。そんな応援してくださってる周りの方々のために必ずグランプリを撮りたいと思います。心の中では今までで、まあ、何かで日本一になりたいなとは思ってたんですけど、野球やってたりとかしそうですし、こうしてこうセミファイナリストに選んでいただいてミスタージャパンで日本一になるっていう目標ができましたので、そちらは絶対に達成したいなと思います。今までの自分はですね、まあ、筋トレを始めて、まあ、最初はそうですね、ベンチプレスが100キロが目標だったのかなと思いますけども、で100キロ行ったら次120キロ、130キロ、140キロ、150キロっていう目標がだんだんと重なってって、で、それはまあクリアできてきました。それが目標ですね。それでこう、目に見える数値で目標達成していくと、やっぱりちょっと自信になって、目標がまあ達成することができるんだっていう風に少しは思えるようになりました。で、今は170キロが目標です。そんな感じに目標を決めて前向きに進むことが私にはできます。これはすごい私の、まあ、自分でも自分のいいことかなと思います。あとはすでにポジティブで、まあ、毎朝こう仕事に入る前に今日も人生変えるぞって心の中で思ってて、わかんないんですけど口に出てる可能性もなきにしもあらずで、今日も人生変えるぞって本当に思って、まあ、そんな気持ちで一日を送っています。まあ、今までは筋トレ始める前はやっぱ自信がなくて挑戦するのも億劫でキュキュしていたんですけども、まあ、今はすごいこういう挑戦をさせていただいて、やっぱり少し自信も持つことができました。で、やっぱりミスタージャパンでグランプリを取りたいっていう背景には、やっぱりこういろいろな方々の人生を変えるきっかけ、手伝いをしたいなっていうふうに本当に思っています。で、今までこう自信がなかった感じですね、私と同じようなもしかしたらいるかもしれないですけど、そういった方々のこう道しるべとかきっかけになればいいなとは思っています。はい。で、やっぱりグランプリ取ることできっかけになる、まあ、確率も上がりますし、より多くの方々に知っていただくことで変えていただくきっかけとなる人が増えるかなと思います。はい。で、やっぱりこう人生一回しかないので、本気で生きてよかったっていうふうに思いたいですし、思ってくれる人を増やしたいですし、でそういった方々がもう笑顔になってくれれば本当に嬉しいです。はい。まあ、どんな形であれ楽しくて生きてよかったっていう方々を多くしたいなっていうふうに思っています。まあ、とは言いつつもやっぱり、まだまだ私も変わらなければいけないっていうふうに思っています。で、やっぱグランプリを取ることで私も変わったってことが証として残せるかなって思っていますので、もう本気に取りに行ってます。はい。やっぱりこう周りの方々もすごい期待をしてくれるので、その方たちのためにも絶対取りたいですし、取った後に多くの方に知ってもらって人生を変えて笑顔になってくれる人を増やしたいなと思っています。まあ、まとめるとファイナルへの意気込みはそのような感じでございます。はい。で、自己 PR としてはやっぱり目標を決めてポジティブに諦めないで進むことができます。で、それはこう体にも現れてくれましたし、まあ、ベンチプレスとか、まあ、他にも、まあ、スクワットとかデッドリフトですねとかもやるんですけども、やっぱり数字として現れてくれます。まあ、そういったことから目標に向かって進むことができると思っています。はい。ミスタージャパンでグランプリを取るところも目標ですので、この期間全力で突っ走っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。あと YouTube の方は2本ですね、アップさせていただくご予定ですので、引き続きそちらの方もチェックをよろしくお願いします。で、最後まで本当にご視聴いただいてありがとうございます。本当貴重なお時間を使ってですね、見ていただいているので本当に感謝しかないです。はい。で、ぜひ最後にお願いですが、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。